見上げたらそこには素敵な家がありました。一歩踏み込んでドアを開けて知らない顔が5つありました。今からみんなと暮らすのかってもういなかった。外の景色を眺めてた。全然信じられなくて毎回強がって人に合わせ続けた。それから皆を知って何度も繰り返して本当の自分になれたよ。見上げたらそこには素敵なアートがありました。瞳が綺麗で笑顔が好きでその想像力に見とれました。今からその子を誘おうかって思いながら言いたいこと必死に考えてた。気を出して時間をかけて同じ世界を見てみた。それから見直して何度も考えて正直になんだったよ。たくさん経験して同じ時間を過ごした。感謝がしたくてありがとうが言いたくて物語は続くよ。